いやー、坂本さんめっちゃ調子悪いけど、もう試合出さん方がええんちゃう？ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、やっとかと。小山が忖度なしに坂本さんについて話す時がやっと来たかというふうに思われている方いらっしゃるかもしれないですけども、今日はですね、坂本勇人選手についてちょっとお話していきたいなと思ってます。まあね、僕もね、ここまでね、あんまり言いたくないんですよ。言いたくないんですけど、調子悪いじゃないですか。マジで調子悪いじゃないですか。僕、昨日の試合ね、本当にね、まあ1-0で負けましたけども、阪神にね。もう菅野さんで、まあ取れなかったらちょっとやばいなっていう感じはしてたんですよ、正直。で、まあ、グリフィンもね、中4日っていうところもありますし、高橋遥人投手ね、めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃ勝ってるじゃないですか。まあ、そういったところで、まあ、初戦のね、まあ、才木投手、まあ、めちゃくちゃ難敵、めちゃくちゃいいピッチャーですけど、まあ、そこでね、まあ、菅野さんで取れなかったら、ちょっとマジで2連敗する可能性あるんちゃうかなって思ってたんですね。まあ、実際ね、今日の試合がどうなるかわからないですけど、まあ、昨日の試合見てても、まあ、坂本さんですよね。やっぱりこう、最低限の打撃というかね、僕は、悪くてもね、いい打者っていうのは、最低限の打撃っていうのは、まあ、全部が全部できないよ。全部が全部できないけど、やっぱり坂本さんクラスの打者になってくると、調子悪くても、やっぱりできたりするんですね。そこを、まあ、小手先じゃないけども、やっぱりこう、なんとかしてでもその最低限の打撃、例えば外野フライ打ったりとか、まあ、進塁打打ったりとかっていうことを、まあこのシーズンでもね、調子悪くてもやってくれてたわけですよ。はっきり言って。だけども、まあ昨日ね、まあ才木投手というね、まあいいピッチャーっていうところもあって、まあその最低限すらもできなかったっていうところ。まあ0点で完封に負けてるんで、まあその坂本さんだけの責任ではないんですけど、まあ、そのね、やっぱりこう、X を見てても、まあ僕の思いとしてもですね、やっぱり坂本さんどうなのって、実際本当に、まあ安倍監督は、頼る時というかね、ベテランはもう本当に、最後、やっぱりこう、体がしんどくなるまで動いてもらうみたいなこと言ってましたけど、果たして本当に坂本さんね、あと7試合かな？ 7 試合ですけど、そのまま出し続けてていいのかっていうところなんですね。で、まあ、長々話すのもあれなんで、僕の結論言いたいと思うんですけど、僕は、まあ、こんな冒頭でね、こんな言いましたけど、出した方がいいんじゃないかなって思ってるんでですね。お前やばいやろって。お前前半のやつ取り消せよっていうふうにね、言葉取り消せよっていうふうに思うかもしれないけど、もう一回考えてみたんですね。もう一回考えてみたんで、ちょっと今日はね、それを発表させていただきたいなというふうに思ってます。はい。で、まあ、これノートに書いてるんですけど、まあ、そのね、坂本選手、まあ、今年調子良くないよっていうお話しました。で、まあ、成績ね、全体の成績見ていくと、まあ、104試合で、打率が2割3分、で、30打点、6ホームラン、OPS が596、で、得点圏打率が1割9分8厘なんですね。で、まあ、その104試合、まあ、そこそこやっぱ試合出てるじゃないですか。で、まあ、この試合数出てて、まあ、この、打撃成績って結構坂本さんでは初めてちゃうかなぐらい、ワーストちゃうかなぐらいの、打撃成績だと思うんですね。で、まあ、直近見ていくと、まあ、9月ですよね。まあ、一番大事な時っていうふうにね、みんな言ってますけど、まあ、15試合出てまして、9月で。で、打率が2割。で、4打点。1ホームラン。OPS が550。得点圏は3割1分3厘っていうふうになってます。まあ、これね、まあ、結構、売ってることはないですけど、まあ、広島戦にね、結構12打数6安打かなんか5割ぐらい売ってたんで、そこでちょっとね、まだ耐えてるかなっていう感じはあるんですが、まあ、それ以外の試合ではほとんど売ってないんで、ちょっとね、厳しいなっていうところはあるんですね。で、まあ、坂本さんの、対球団、他のセ・リーグに対する球団の打率も見てっても、ヤクルト、DeNA、阪神のこの球団で全然売っててないんですね。ヤクルトでは1割4分9厘、DeNA では2割2分。で、阪神に至っては1割4分1厘なんですね。で、まあ、昨日阪神戦、今日もね、阪神戦ですけども、まあ、阪神戦で一番打ててないっていうところがあるんですね。で、まあ、逆に中日の時は2割7分6厘、
広島では3割7分7厘というところで、まあ、この2球団に関してはすごく売ってるんですが、まあ、それ以外の球団ではほとんど売ってないっていうのが、まあ、実情なんですね。現状なんですね。で、とは言っても、じゃあサード、今坂本守ってるけど、坂本さん守ってるけど、じゃあ誰すんねんって、誰を入れんねんってとこなんですけど、僕はね、結構難しいと思ってて、なぜ難しいかっていうのをさっき言うと、モンテスが結構状態が落ちてきてるっていうのが結構厳しいんちゃうかなと思ってて、で、モンテスの、9月の打率見ていくと、まあ、16試合で出て、打率が2割なんですね。2割、4打点、1ホームラン、OPS532、で、得点圏に至っては1割5分4厘っていうところで、まあ、9月の成績、坂本さんも悪いですけど、坂本さんより悪いんですね。っていうところで、まあ、どっち出ても今はどっちもどっちっていう現状があるんで、すごく難しいんちゃうかなと思ってますと。で、まあ、坂本さんを、まあ、サードから外すとすれば、まあ、レフトをオコエにして、サードをモンテスにして、カズマを、まあ、ファーストにして、で、キャッチャーを大城さんであったりとか、まあ、雪則であったりとか、誠司さんにするっていうパターンが、まあ、レフトをモンテスにして、で、サード、カズマ、で、ファースト、大城さん、で、キャッチャーは、雪則か誠司さんっていうパターンしかないと思うんですね。ってなってくると、まあ、モンテスも、まあ、状態が悪いと。まあ、モンテスの状態が良ければね、モンテスをサードで起用して、レフトに今、オコエ選手もね、控えからね、結構良かったりとか、で、この間先発した時も打ってたりとかしてたんで、そういう起用法もあるのかなと思うんですけど、で、モンテスも状態が悪いってなると、でね、結構きついなっていう、坂本さんとどっこいどっこいなんで、今の状態で言うと。うん。だから、だったらもう坂本さんの奮起にかけて、もうベテランね、頼るとこ、時は頼りますよっていうふうに言ってたのがあるんで、もう、まあ、仕方なしじゃないけども、もう頼ってね、出すかっていうところだと思うんですけど、なかなかね、それがね、まあ、上がってこないっていうのもそうだし、昨日に至っては、ま、最低限の打撃ができていないというところで、すごくね、安倍監督も今迷ってると思うんですね。ただ、僕の意見、もう一回結論言いますけど、僕は、坂本さんを出しといた方がいいんちゃうかなと思います。それでも僕は信じて、出しといた方がいいんちゃうかなと思うし、まあ、これでね、モンテスに変えたりとかっていうところもありますけども、まあ、CS であったりとか、まあ、クライマックスシリーズですよね。クライマックスとか、まあ、日本シリーズとか、ま、いろいろ考えていくと、坂本さんを使って、復調させて、で、そこで CS であったりとか日本シリーズで爆発してもらうっていうようなシナリオを描いていくしかないのかなというふうに思うし、まあ、モンテスもね、今年来たばっかりで、まあ、CS であったりとかね、日本シリーズの、まあ、その経験がないわけですから、まあ、そこもね、打席数は確保しながら、まあ、出しながら、ちょいちょい出しながら、状態を上げるようにしつつ、僕は坂本さんを出していった方が、これでも、この状態でもなお、坂本選手を出していった方が、僕はいいんじゃないかなっていう意見です。はい、今日はね、坂本さんに対することを言っていきましたけど、まあ、実際、すごく難しいと。うん、これは多分、安倍監督も今ね、晩酌しながら、多分、すごく考えてることだと思うんですけど、まあやはりね、僕はもう、まあ、坂本さんを信じてますし、その状態悪いです。最低限できてないし、正直外した方がいいんちゃうかって僕も思ったんですけど、やっぱりね、今の現状を見ていくと、まあ CS とかね、日本シリーズっていう先のことを見据えていくと、僕は坂本さんをまだ出し続けた方がいいかなと思うし、もしね、モンテスの状態が上がってくるんであれば、もうね、出さなくて、出さずにモンテスをサードで起用したりとかっていう方法もあるんですけど、そこがね、今どっこいどっこいというか、なんならモンテスの方が9月の打率が悪いっていうところがあるんで、そこはね、まあ安倍監督どういう決断をされるかはちょっとわからないですけども、僕だったらまだもう本当にもう最後までかけて、もう心中じゃないけども、もうして、最後までね、やっていくのかなっていうふうに思います。はい。てな感じでね。まあ、いろんな意見あると思います。これに関しては、もう坂本ね、落とせとか、欠場させろとか、まあ、ひどい人だったら二軍に落とせとか言う人もいますけども、まあ、それはちょっとちゃうかなと思うんですけど、まあ、いろいろ意見あると思うんで、まあ、そのね、皆さんの意見ね、聞かせていただけるとね、僕も参考になりますし、まあ、チャンネル登録者数ね、5万人も目指してますから、500人違うよ。5万人目指してますから、まだしてない方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、
通知なんかもね、ポチってしていただけるとね、非常に嬉しいと思いますんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。